家を売って土地を売ってでも今月末までに1万2000ドル特別生成献金をしなければならない。自分の土地を売ってでも父の国を助ける。その者は神の国において福を受ける者となるであろう。こちらは24年前に旧統一教会が埼玉県で演説をした映像です。山上徹也容疑者の叔父によると、容疑者の母親は事件後も信仰心は変わらず、旧統一教会に申し訳ないと話しているということです。現在暮らす部屋には教会のバイブルとみられる分厚い書籍が何冊もあり、今も教会の教えを学んでいる様子だといいます。マインドコントロールを解くというのはとても難しい作業をですね、恐怖心だと思うんですね。一旦教団に入ってもし何かでやめたりしたらとても恐ろしいことが起こる、その恐怖心が あって、未だに行動を変えられないのかなと思います。旧統一教会に対し総額1億円を献金し破産した母親。できるならばその教団との関わりを一旦断つことが本当は必要です。でその上で戻れる場所を用意しておくってことが必要なんですね。自分がこの団体から出たら戻る場所はもうない、この団体から出たら生きていけないと思ってしまったら、どんなに疑問があってもその教団にしがみつくことになりますので、戻る場所を用意しておくということが基本だと思います。